うん、なるほどねひどくないこの嫌味やだっち泣いちゃってるよ嘘だよお前、慌てて泣いたの今え一ついいですかあ。<は>その話聞くとこのカップスターは飯塚さんのお金で買ったカップスターってことですかいやそうですよそうですよねもうそれなのに偉そうにさってことはこのカップスターは飯塚のものってことなんで呼び捨てにしたの何なのってことは 私たちもこのカップスターを手にする権利があるってことですよね。まあ、うん、私たち今めちゃくちゃカップスター食べたいんですよね、うん、まあ、このカップスター私たちに譲ってください。いやまあまあまあ別にそれはいいけど。え、ずるい。ずるくないじゃん。だってこうアスカのお金で買ったわけじゃないんです。でも私たちが買ってきたわけだし。うん、いいよね。 ずるくないま先輩の圧力かけすぎだよまあまあまあおかしいおかしい確かに今の子は上がってね私は醤油がいいな急に何何急になんで妙の入ってきたの私もカップスター食べてるからダメダメ私もそう思うあのダメって言いましたよねダメって飯塚さんこうなったら飯塚さんが決めてください決めてくださいこのカップスター誰が食べるのがいいかいやそんなこと言われてるのさ早く じゃ、まあまあ、じゃんけんでいいんじゃないつまらない方法 <laughs> え、なんでそんなこと言われなきゃいけないんですか何かを決める時の手段にじゃんけんをなぶって本当にアイディアのない人間ですよねためたね、ずいぶん、ためたねなんでそんなこと言うのじゃあアイディアあるんですか、あなたはいや、私はこのカップスター買人間ではないのでそれを提案できるほどの偉い人間じゃないんですよ汚ねえなこんなのはどうですか <laughs> 何急に 今一番お腹が空いてる人がカップスターを食べれるっての、ね、はああそれいいじゃあ今一番お腹空いてる人これってどうやって判断するのうん確かにいやお腹の空き具合なんか人それぞれだからね判断できないでしょよじゃあ誰が一番お腹空いてるかじゃんけんで決めましょうか じゃんけんで勝った人が一番お腹空いてるっていうことでカップスターを食べれるもうじゃんけんじゃんそれそれ俺のアイディアと一緒だからなんかすげえいいアイディアみたいに言ったけどうん、何そのテンション何引いてんだよえー、じゃあどうやって決めるのあのだったらみんなでカップスターへの愛を語ってカップスターに対する愛の深い人が一番食べれるっていうのはどうですか